どうもありちゃんです。今日はラフォーレ原宿でやっているマルーン5のポップアップストアに行ってきました。メンバー全員のパネルがあって写真が撮れるようになっていました。かっこいい。12月の来日が楽しみですね。ではポップアップ回ってきます。見て見て、テキーラが売ってる。買おうかな、どうしようかな。ということでマルーン5のボーカルが作ったテキーラを買ってきました。こちらチラシもらいました。マルーン5のボーカルアダムとその奥さんが手掛けたテキーラブランドカリロサが日本初上陸したということで早速買ってきました。こちらはカリフォルニア赤ワインの中古樽で熟成させるっていうのが特徴みたいです。でこちら2種類あるんですが、私はこちらのピンクを買ってきました。ピンクはもう可愛いですからね。カリロサロサブランコというお酒になります。フルーティーで美味しいみたいです。では早速こちら飲んでいきたいと思います。アルコール 40% って書いてあるのやばくね。大丈夫かな。ポンなのかしら。うん。うん。開きました。ちょっと固めでしたね。ではまずはストレートで飲んでみたいと思います。はい。とりあえずこんなもんですかね。あー、匂いは普通にテキーラの匂いがしますね。実は私テキーラは苦手なんですよ。いけるかな。では乾杯。うん、あー、味は普通にテキーラの味なんですけど、でもフルーティーでさっぱりして後味が飲みやすいかもしれない。なので普通のテキーラよりは全然美味しいです。店員さんが炭酸水と割ってテキーラハイボールにして飲むと飲みやすいよって言ってたのでやってきました。いただきます。うん、飲みやすいです。美味しい。このスタイルで私は飲んでいきたいと思います。あ、そういえば T シャツ買いました。見て、可愛くない？バルーンのボーカルのアダムがプロデュースしてるブランドのユニコーンちゃんです。で、裏はこんな感じ。かわいい。派手派手じゃん。で、今、ラフォーレ原宿で、キティちゃんとのコラボも売ってたので、かわいかったので、興味ある人はぜひ行ってみてね。マルーン5、12月に日本来日するじゃないですか。私、そのライブに行ってきます。マルーン5は昔から好きなので、めちゃくちゃ嬉しい。楽しみ。基本的にシャッフルでマルーン5をバーって聴いてるから何でも好きなんですけど、特に好きな曲はペイフォン、メモリーズ、シュガー、もう3曲かなっていう感じで、基本的に曲調でこの曲いいなみたいな感じで好きになるんだけど、後で日本語訳を見て、あ、こういう歌詞だったんだって思って、あのエモい気分になりながら聴いてたりとかするんだけど、シュガーなんだけど、これはねマルーン5を好きになったきっかけの曲で、 PV を見て結婚式でサプライズでマルーン5が出てきて演奏するっていう演出の PV なんだけど、それを見ても感動。あれって本当にやってんのかな。やばくない？それだったらマルーン5が結婚式で登場してきたらマジで幸せすぎないと思って、私の結婚式でもマルーン5来てくれないかななんて妄想したりしながら聞いてるわけですよ。いや、夢だね。ということでマルーン5のライブ楽しみと思いながら撮った動画でした。見てくれてありがとう。みんなマルーン5は好きですか？聞いたことない人はぜひ聞いてみて、で僕も私もマルーン5好きだよっていう人は何の曲が好きかぜひコメントしてね。ではまた次のライブで、ライブじゃないなまた次の動画で会いましょう。バイバイ。おまけ。